今回の動画はですね、はい、2025年モデルの新型 X-Force がリリースになりましたね。25年モデルなんですね。はい、まあ、この辺はなんかでもなんか明確な基準なさそうですけどね、はい、あの一応多分ですけど、うん、型式ってあるんですよ、うん、例えば 4AV7 みたいなね、うん、まあ、今のメイトなんですけど、ちなみにそういう型式のところで、例えばその前が 4AV6 だったけど7に変わって、こっからが2025年モデルねとか、そういうような、識別をしてるんだと思うんですよね。一般的な感覚だと2025年に買ったら2025年モデルとか、そういう感覚ってあるじゃないですか。あれとはもうだいぶずれてますよはい、まあ、気にしないでくださいということで、はい、まあ、とにかくマイナーチェンジで9月20日に発売になりますということですね。はい、で一応今回何が変わったのよというと、まず色ですね。カラーチェンジと、あとね、リアフェンダーの形状変更ですね、というところがですね、まあ、今回のメインにはなってきますけども、まあ、リアフェンダーは置いといて、まあ、カラーラインナップのところがですね、残念ながらお気に入りのマットダークグレイッシュリーフグリーンメタリック2がなくなっちゃいました。まあ、要はカーキ色ですね。ありましたね。軍用っぽい色ですね、はい。これよく似合っててかっこいいんですけどね。はい、これでちょっとブロッキーなタイとか剥がしたらもう最高ですけどね。思いませんかあのシャベルかなんか積んじゃったりとかしてね。はい、まあ、そんなこんなで、そしてですね、マットダークパープリッシュブルーメタリック1もなくなりました。あの濃い青い色で、足回りがあのちょっと赤というかオレンジというか、そういう色ですね。はい、はい、不気味担当もいなくなっちゃったって感じですね。で一応ホワイトとブラックは多分デカール変更程度で継続です、うんうん、はい、デカール変わってんじゃないかなと思います。分かんないですけどね。はい、そして、新しい色どうなったかっていうと、マットダークブルーイッシュグレーメタリック4っていう色になりました、はい、なのでマットなんで艶消し、ダークなんで濃い色、ブルーなんで青、もうほとんど黒に見えますけどね、はい、ブルーイッシュだから青風ですね、はい、だから艶消し、暗め、青風、ネズミ色、メタリック入りってことですよよく見るとキラキラしてるねみたいなね、はい、艶を消してみたり生やしてみたり大変ですけどね、はい、そういう色ですね。まあ横がね、なんかオレンジ色というか、なんかそんな感じの三角形のアイコン的な部分が色塗ってあるようなイメージですね、うん、はい、そんな色になってます。あとはですね、マットイエローイッシュグレーソリッド1、これはなんていうんですかね、ババシャツ色ですよ、簡単に言うとでトリシティなんかにもこんな感じの色ありましたね。あ、人気だった色ですね。はい、一番人気があった色、うんうん、これだからあのグリーンの代わりなんでしょうね、うんうん、だからあのジャングルでの戦闘からあの砂漠への戦闘へ変わったって思ってもらえればいいんですけど、まあミリタリーカラーですよね、ざっくり言うと。ちょっとね、なんとなくね、はい、なのでこれいいじゃんってちょっと思いましたけどね、うん、はい、まあそんなこんなで、増えていくということですね。はい、で白と黒は多分ステッカーの変更かなという感じですね。で、変わってきてますという形ですね。で一応その泥除けなんですけど、多分泥跳ね問題がどっかであったんでしょうね。もうちょっとこのフェンダー良くならないのっていうのでですね、尻尾が伸びました。多分あの写真見てもあまり分かんないですけど、うん、リアフェンダーの先端が伸びたんですよ。だからあの背広からあの塩ビ服になったようなもんですよ、あのイメージとしては。はい、はいはい、ということでですね、あの後ろがちょいんって伸びたんですけど、それに伴って、まあ、全長が 25mm 伸びてます。だから 25mm 延びしたってことだと思うんですけど、まあそんなこんなであのよりあのフォーマルな形に変わっていったということでですね、まあ皆さんの背中もより綺麗になるんじゃないかなと思いますけども、はい、そんな感じでございます。まあちなみにですね、今回変更点はこんなもんなんですけど、お値段が残念ながらですね、若干の変更を、しております。これ2022年モデルが最初で、そこからずっと2022年モデルを売ってた形になるんですよ。わかります？さっき言った年式がわけわかんないやつは、その型式が変わってないと、2022年に一発目が発売になった年、まあ、発表になったモデルっていう意味で2022年モデルなんですよね。だから皆さん2024年モデル買ってて、あのそれを調べると2022年モデルってなるんだけどってなった時に、2022年に作ったモデルってことではないってことですね。2022年に発表されたタイプの型式のモデルに皆さんが乗ってたっていう解釈が、まあ、近いのかなと思いますで2022年モデルが39万6000円、2025年が40万7000円ですね。1万1000円の値上げ、うん、ただこれ正直ね、価格考えると2022年の頃と2025年の今、まあ24年ですけどね、まだね、比べてみていただくと、物価に関してですね、あの非常にマイルドな値上げ幅でございます、これ。なのでいいんじゃないですかね、これぐらいは上がるだろうよ
いろいろ世の中の情勢考えたらっていうことなんですけども、まあそんなわけで、そんな感じになっております。2025年モデルはですね1500台を計画しております。販売計画ですね、販売計画が1500台という形になっております。まあこの手のスクーターにしてはねそんなに多くないかなとは思うんですけど、ただね確かねアクシス Z あたりがこのぐらいじゃなかったかなっていうふうに、まあ違ってるかもしれないけど記憶しております。なので、まあ、まあまあやる気はあんのかなと。カラーラインナップも台数多いですからね。そうですね、はい、5色だっけ、4色ですね。ね、本当ですよ、ちゃんと見てって感じですけど、はい、で一応これね台湾生産なんですよこの X-Force は、うん、で最近だとまあもっぱらですね、インドネシア、台湾、まあ、タイあたりですね、で作ったモデルたちっていうのが、まあ、割とうろちょろしてる感じですね、はい、でこれは台湾生産モデルになるんで割となんかガチッとした作りにはなってるんじゃないかなと思います。なんか勝手な個人的なイメージですけど、割とはそのインドネシアとかタイのモデルって緩めなんですよ全体的に。でそれが逆に楽だったりするんですよね整備がね。で逆に台湾とかのモデルってなんか昔からある日本のバイクみたいなガチガチ感というかすごいカチカチカチッと緩和してる感じがするんですけど、まあそんな感じでございます。まあカチッとしたモデルがお好きな方はですねちゃんとフラットフロアですし、まあいいんじゃないかなと思いますよ。エンジンなんかも結構基本設計新しいですからこのバイクは、リアもディスク入ってますし、まあ快適なんじゃないかなというふうには思いますけども、今だとね NMAX あたりがちょっと海外ではモデルチェンジしてたりとか、うん、NMAX ターボですね、はい、っていう流れもあったりはするんですよ。ただじゃあ来年度 X-Force 自体がその新しくなってくるかっていうと多分ならないと思うんですね、はい、というところでですね、まあ、国によって流れが違うので、まあ、そんな困難になっておりますということですね。これあれなんですね、うん、目ん玉は相変わらず固めのハロゲンと、まあ変わってないと思いますよそこは。なるほど、はい、まあ、ただこれいじれますもんね、いじるところは。まあ、いじれるって言ってもそう簡単には両目点灯にならないですけど、うん、片方がそのレンズカットがハイビームで片方がレンズカットがロービームなんで両方光るようにしたらハイビームつけっぱなし状態に普通に考えるとなるので、基本的にはもうそこはあんまり気にしない方がというか望まない方がいいのかなと思いますけども、うん、ただフォグランプとかにやりそうですけどね、それやるぐらいだったら。そうですね、はい、X-Force なんかはね、うん、はい、なので、まあ、そういうところも含めてですね、まあ、楽しんでいただければありのままの彼を愛してあげてくれっていうことですよ。そのあそこは気に入らない、ここは気に入らないではなくて、うん、ありのままの姿を愛してやってくれっていうのがまあ一つとですね、まあ、あとはですね、いいバイクだと思いますよ。もちろんそのいろいろ人によってはねこうあってほしい、あってほしいっていろいろ出ますけど、やっぱヤマハ今125とか155とかラインナップ豊富なんで、その分そのエッジを立ててはくるんですよやっぱりどのモデルも、というところも含めてですね可愛がってやってくれよとは思いますけども、そんなこんなでですね今日はですねこの辺でお別れになります。新型の X-Force 気になる方はですね、お近くのヤマハの販売店へ行っていただければと、はい、いうことでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、おいしょ。